こんにちは。私たちはアルクトゥルス協議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちは地球上の皆さんと皆さんの旅に対して多大な尊敬の念を抱いています。なぜなら、私たちは長い間皆さんを観察してきており、皆さんが地球上でどれほど多くの困難に直面してきたかを知っているからです。しかし、私たちは人類の将来に興奮しています。なぜなら、皆さんが直面するあらゆる困難や成功しないたびにどれだけ多くのものを想像するかも見ているからです。そして、目覚めているあなた方はこのことに気づいています。あなた方は現実がどのように機能するかを知っており、現実は一つではないことを知っています。したがって、あなた方は人類を光へと導く存在であり、あなた方が共に作り上げた完璧な惑星と社会が利用可能であり、それが今利用可能であるという認識へと導く存在なのです。太陽の閃光、金融崩壊、政府が ET の存在を知っており、ET と協力してきたという事実の完全な開示などが起こるまで待つ必要はありません。フリーエネルギーを待つ必要はありませんし、これからやってくる大量の船の着陸を待つ必要もありません。自分の霊的な賜物や能力に完全にアクセスできるようになるまで待つ必要はありません。皆さんは皆さんが共に作り上げてきた地球と社会に焦点を当てて自分の気持ちに十分気を配る必要があります。それは今日の社会の何が間違っているかではなく自分の波動に焦点を当てて自分の気持ちを大事にする人たちに利用可能です。あなた方は同胞の人間たちや空気や水や土壌などの汚染や毒素に関して母なる地球を扱っている方法を気にかけながら自分がどこに行きたいのか、どこにいたいのか、人類をどこに導きたいのかということに集中することができます。地球の現状のどこが間違っているかに焦点を合わせ始めると必然的にその問題の原因を探さなければならなくなり指を指す立場に陥ります。指を指していると、私たち対彼らというモードに陥り、その状態にあるときは高い振動状態ではありません。したがって、あなたが参加したい地球や社会の一部ではないと分かっているものを見極め、関係するすべての人に癒し、愛、思いやりを送ることができ、そしてあなたが振動的に調和したい地球と、人類集団のバージョンに集中できなければなりません。人生において問題や課題、挑戦に気づくたびにこれを実行することも可能です。個人として自分の健康、財政、人間関係、キャリアを見つめ自分自身にこのすべての責任は誰にあるのだろう、私のミスだったのか、あの人のせいなのか、経済のせいなのか、と問いかけることができます。あるいは、あなたが生きていることのすべてが、あなたが行きたい方向へと、あなたを導いているのだと認識し、あなたが参加したい、あなたが生きて経験したい、別の現実にある美しいバージョンの地球に、焦点を合わせるように、緩やかにシフトするかどうかは、完全にあなた次第であることを認識することもできます。それはあなた次第です。あなたは今いる場所にとどまり、すべての悪人、すべての犯罪者を探し、彼らと死ぬまで戦うこともできますし、彼らを許し、彼らが何らかの形で傷ついており、愛と思いやりを必要としていることを認識することもできます。あなたは最も必要としている人に癒しを送る人になることができます。そして、社会、仲間の人間、さらには自分自身の中に見たいものに焦点を当てることができます。なぜなら、他の人の中に癒しが見られるなら、
それは自分の中にも存在しているはずだと認識しなければならないからです。そして自己許しも必要です。これは言うは易く行うは難しと私たちは承知していますが、それが青写真であり、皆さんが共同で作り上げた新しい地球へと導く地図なのです。私たちはアルクトゥルス評議会であり、皆さんとのつながりを楽しんできました。